かいひろみの替え玉さあ、駐車場やっと止められました。このね、お昼の時間からね、すっごい混んでて、そしてもうやっと来たと思って今やっと止めました。なんと一つ目の道の駅到着しました。はい、一つ目の道の駅到着しました。ちなみにこちらは道の駅八王子木山。もう目の前にね、お花が売ってたりとか、多分ね、あらゆるお店が出てるんで、こんなザーッとこういう感じで、ちょっとせっかくなんで見に行きましょう。ついてますね。かぼちゃの奥の奥のこの濃厚なあのオレンジな色のところを凝縮してジェラートにした感じ。また外で食べるジェラートがまず美味しい。もう止まんない。なんかさ、ほらかぼちゃのちょっとした種の部分も入ってるのかな、これ皮の部分かな。ほんとそのまんまのかぼちゃって感じがする。やっぱこういう時間って至福だよね。ここで一句。かぼちゃはね、ハロウィンに向けてまとめます。ありがとうございます。やっぱりこうかぼちゃの収穫祭がハロウィンっていうことをね、ミニ四駆の会でも言ってるんですけれども、まあ、お野菜のね収穫、そういう時期だからこそかぼちゃをこうまとめて大々的に味わえる時期なんじゃないかなって感じ思うので、やっぱこう道の駅でね、しっかりと季節を大切にして野菜が売っていたり、お花売っていたり、そしてかぼちゃのジェラートが売っていたり、こんな幸せはございません。何個かあるけど、ここ今日はございません。